本日国において緊急事態宣言が出されました。そしてこの大阪がその対象地域の一つとして指定をされました。緊急事態宣言が発令され、情勢を注視し開催の機会を検討してきたグラジエーター。悔しさ、まあ、そういうのはあります。まあ、選手の皆さんにもファンの皆様にも、まあ、大変申し訳ない気持ちでいっぱいでした。まあ、グラジエーター私の、まあ、命と一緒なんで、まあ、このグラジエーターを見ていろんな人が喜んでいただいて、まあ、元気をもらって、そして日本が盛り上がって、この業界この競技を好きになってくれる人たちがもっと増えてほしいと思います。うちもこのまとまってられない覚悟を決めて開催、その代わり再始動、そういう思いの対戦カードです。新たな進化を得て2021年グラジエーターは復活する。グラジエーター再始動にふさわしいビッグマッチが決定した。ライト級王者キ・ウォンビン、コロナウイルスの影響により日本での試合ができず、グラジエーターライト級暫定王座戦が決定。交わるとはそこまで思ってなかったですね。ただ男の意地ですね。やり残したというか、終わっていいのかなっていう気持ちがずっと3年近くずっとあるんで、もう一回やるために復帰戦をしようかなと思いました。度重なる手術を経て奇跡の再戦に挑む。誰と決まろうが、まあ、腹くくってる部分もあるし、まあ、覚悟しとけよっていうのはありますよね。日本最激戦区バンタム級、至高の寝技師に元 UFC ファイターが挑む。一言で言うと強いっていうのもありますけど、めんどくさい選手ですね。長いことやってきた人です。まあグラジエーター2戦目でタイトルマッチ取れたらラッキーぐらいに思っとるでしょ。無理だよ。現役王者のプライドか、悲願の国内王座ダッシュか、2人の寝技師がグラジエーターの歴史を変える。わしが格闘技界の豊臣秀吉じゃ。王者の進化が問われるグラジエーターフェザー級最重要日、生っ粋のレスラー対決実現。14歳15歳離れてますけど、まだまだ若いもんには負けねえぞ。なめんなよと、もう全力でぶっ潰しに、で全力で奪いに行きます。ただそれだけです。絶対にチャンピオンになる。俺の夢はここから始まる。フライ級覇者出陣。まあ今までと違う自分の姿を見せたいなと思ってます。対するは関西名門ジムの一つ、リライアブルのエース藤田健吾。まあ、ジムのオーナーとしても、まあ、グラジエーターの王者としても、まあ、背負うものが増えたんじゃないかなと。負けられないですね。伊調スタッフ金友永 VS ウレタチェステル、国藤武史 VS 天草ストロンガー志郎、石田拓穂 VS 鈴木和人、坪内和正 VS 植木新太、上田裕樹 VS 延命空、ノブ VS 木村正史、上島裕樹 VS 雄斗。真の王者をさあ決めようか。私たち、ね、できること何かあると思うんです。常にそれを探して一生懸命頑張っていきたいと思っております。2021年グラジエーターは復活する。